すごい薄で、のコットン、ベースがコットンで、和紙の糸と、あとすごい細いコットンの糸を使って、はい、普通のデニムって言われて想像するような厚手のものではない、春夏にぴったりの。こんにちは。こんにちは。佐藤繊維チャンネルです。今日はフーガフーガのご紹介です。今日もギアスタッフの私リカとモデルのカホさん、はい、よろしくお願いします。で、情報は青木さんです。はい、よろしくお願いします。今日はそしてスペシャルゲストをお迎えしております。はい、佐藤繊維ニット企画部の大沢さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ。初めてなんですね。そうですね。そして、はい、急に呼び立ててすいません。頑張ります。大沢さんは主にエマンド京子ですね、はい、の企画をメインでやってくださってるんですけれども、今日はフーガフーガの方もちょっと企画方面から商品をご紹介していただければと思います。はい、でもチェイコさん前アクセサリー屋のやつ出ましたよ。あ、そうですね。ですよね。そうですね。あれでも社長が前で見張ってたかも。緊張しました。今日はね、あれ上手でしたよね。お二人でね。本当に、はい、そう、すごい感じが。何喋ってるか分かんなくない。すごい雰囲気。はい、そちらもよろしければ皆様ご覧ください。はい、まさきがんのご紹介してくださってます。はい、はいはい、ではじゃあ今日も根掘り葉掘り。じゃあ早速ご紹介ですか。はい、はい、じゃあワンピースから、はい、お伝えします。はい、ボイルドビーシャツワンピースで、サイズはフリーサイズ、お色がベージュ、ダークブルー、ブラックの3色です。お値段が66,000円です。ベージュ、ベージュ、ベージュですか。合ってます。ベージュです。はい、ダークブルー。リカさんがダークブルー、ダークブルー、はい、ブラック。はい、まあ、かほちゃんのこのマルチカラーみたいなこのお色遊んでるタイプと、あとこちらが単色と、はい、こちらモノトーンですかね。はい、はい、こちらは生地もオリジナルなんですよね。そうですね、これは新潟の生地屋さんで織っているオリジナルの生地なんですけど、うん、すごい薄でのコットン、うん、ベースがコットンで、その柄のとこもコットンなんですけど、うん、これなかなかここまで薄い生地はうちでは珍しい。すごい柔らかくて着心地いいですよね。確かに、うん、なんかサラサラ、そう、サラサラだから合わせるものによっても本当に真夏まで涼しく着ていただけるような生地ですね。うんうん、本当ですね。ね、はい。どこで織られてるやつなんですか。新潟で、でなんか出張に新潟に行って、でそこでなんかこういうのやろうかなみたいの、うん、社長と一回相談して、でこうなんだろう、見本みたいなサンプルを借りてきて、そこから自分たちで考えて柄描いたりして依頼するんですけど、うん、これもなんかこの四角の大きさとか、その分布の仕方、なんかこう、うん、すごいいろんな制約があったりするんですけど、なんか何回も考えながら、色もすごいフーガフーガにしてはそのマルチカラーすごい珍しくないですか。可愛いですよね。はい、ポップな感じの、ポップな感じ、本当に色と合わせやすいやつ両方作ったりして、ね、はい、でまあこっちはなんかフーガらしい感じ、フーガらしい、そのいつものフーガの落ち着いた感じも入れつつ、ね、ポップなやつも今回はやってます。この生地ってすごいですね。本来ならこの裏にあるようなこっち表地に使われそうですけど、あえてこの、そうなんです、そのカットの端っこが表に出てきて、ね、ちょっとこうふわふわってするみたいな、その近くの輪郭がぼやってする感じがすごい可愛い。確かに、なるほどね、ぼやっとね、ちょっとこのフリンジっぽい感じの、ね、その柄がいっぱい入りすぎてないからあんまりうるさくないし、その黒なんかは特にその白っぽい柄と、あと黒っぽいやつとかを入れて、うん、うるさくないけど柄が結構いい感じに入ってるみたいな。ですね。はい。綺麗。こんな感じです。うん、後ろのタックもね、すごいふわっとして可愛い。でシルエットはまっすぐなんですけど、ま、スリットがしっかり深めで、ちょっとさらっとした A ラインが入ってるので、はい、着やすいというか、うん、羽織りやすいというか、すごい合わせやすいアイテム、本当ですね、色も迷っちゃいますよね。
確かにね、かわいい、くるみ素敵、これかわいい、ボタンもくるみボタンになってる、うん、はい、そうなんです、そこがこだわりポイント、ね、あんまりうちではやらない、うん、確かに珍しい、かなり、うん、かなり珍しい、これも同じ生地でですね、そうですね、同じ生地、うん、ベースの色でくるみボタン作ってます、うん、あとちょっと従来のシャツワンピと違ったこのボタンの間隔が結構詰まり気味です、ね、ちょっとボタン多めに、ちっちゃめのボタンを多くつけて、うん、可愛らしい雰囲気にしてます、結構大きいですもんね、ふうがふう、なるほどね、そのボタンの間隔気にしてましたか、私結構いろいろあるんですよ、私も行きますか、結構大きいのが多くて、あ、なるほど、なのでくるみボタンでこのちっちゃいサイズだとこの、はい、ちっちゃい感覚かわいいなと思って、確かに、でくるみボタン、そういつも結構替え裏とかが多いので、はい、くるみボタンだとまた雰囲気変わっていいです、ちょっと違うなと思う、はい、ところですね、特別感があります、うん、そうですね、うん、今日すごいね、やっぱ充実するね、もう勉強してますはい、じゃあ次の商品に行きましょうか、はい、はい、ではトップスのご紹介、青木さんお願いします、はい、お伝えします、ミックスジャガードプルオーバーです、サイズはフリーサイズ、お色がベージュ、ブルー、ブラックの3色です、お値段が29,700円です、はい、はい、綺麗な黄色で、はい、綺麗なブルーに赤、はい、こっちもブラックですけど差し色で赤が入ってるので、うんうんうん、はい、どのカラーも違ったインパクトがありますね、綺麗ですね、はい、はい、こちらのなんかおすすめですね、はい、和紙の糸とあとすごい細いコットンの糸を使ってて、うん、結構涼しげな、着ててもシャリ感があるというか、うんうん、そうですね、なんかそう肌にくっつかない感じの、はい、春夏のニットとしてはすごい涼しい感じの肌触りになっていると思います、うん、はい、これ柄の入り方もね、なんか大きい柄とかドーンみたいな感じじゃなくて、やっぱフガフガなのでうん、割とシンプルめなんだけど、ちょっとこう配色で遊びを聞かせるみたいな感じの柄になるようにしてます、はい、そうですね、なんかちょっと今までともまた違う感じしますもんね、はい、細い細かいっていうの、うん、ね、確かに、なんかジャカード柄をいっぱい使うと結構どうしても厚みが出ちゃうので、うん、ミックス柄っていう表目と裏目でこう切り替えて、あ、まあ、厚みの出ない柄をちょっと多めに使ってる、そのね、お腹、胸の下あたりの葉っぱみたいな柄とか、そうそう、はい、その上、そうそこのとことか、なんかボーダーボーダー上に、あ、これか、探しながらボーダーの上に柄を乗せるみたいな、そう、本当だ本当だ、結構かわいい、はい、服みたいな葉っぱみたいな、さりげなく、そう、うん、で丈もね、なんか短すぎなくて、ちょっとお尻が隠れるような、うんうん、安心できる丈かな、そう、ね、袖幅もあんまり広くないので、うん、でちゃんと肘も隠れる袖丈なので、うんうん、この肘ジャストっていいですよね、うんうん、はい、うん、なんか結構やっぱり肘出ると嫌みたいな声とかもいただくので、袖丈は結構春夏は気をつけて作ってます、うん、確かこの辺危険ゾーンですもんね、なんかそう、そうらしい、そうですか、恥じらいの社長は割と出したがるんですけど、こっちはちょっと、いやもう安心しますですよね、社長出したがるんです、社長出したがります、初めて聞きました、ね、長く着れますよね、うん、確かにそうですね、うん、まあ、ちょっと半端な着ててレイヤードもしやすそうですしね、うん、あんまり短いとね、はい、重ね入り難しい、周りもどうです、そんなちょうどいいですよね、きつすぎずゆるすぎず、ね、ね、あんまり首の空きもね大きすぎるとちょっと見えすぎちゃって嫌だみたいなのをいただくので、うんうん、大きさもちょっとこだわって作ってます、うん、このリブの長さもこうボーダーに溶け込むぐらいの幅感ですもんね、太すぎず、細すぎず、はい、ただただ勉強になると思ってるカッター青木ですはい、はい、じゃあ次ボトムのご紹介、はい、はい、ではこちらボトムのご紹介です、青木さんお願いいたします、はい、お伝えします、ニットドッキングデニムパンツです、サイズはフリーサイズ、お色がアイボリー、はい、ブルー、はい、ブラックの3色です、お値段が37,400円です、はい、裾にこうジャガードのあるタイプ定番になってきましたけど、フーガフーガでもね、はい、今年もデニムシリーズとともに、はい、かわいいパンツが、はい、登場してます、こちら素材がコットンとリネラミン
のデニム。なんでデニムなんですけど、結構軽さがあるというか、はい、普通のデニムって言われて想像するような厚手のものではない、うん、春夏にぴったりの素材なので、うんうん、ちょっと落ち感もあってね、そうそう、なんか動いた時の揺れ方とか綺麗ですよね、はい、そう、その薄手のニットともよく合う。確かそうですね、うん、デニムになるんですね、これは。そうなんですよ。なんかデニムにもいろいろオンス数、はいはい、何オンスみたいなのがあるんですけど、これは6オンス6、まあ、ちょっとよくわかんないですけど薄手だよ、薄手だよってことです適度な厚み。そうです、薄手、夏にぴったりですね。そうですね、ちょうどいい。アイボリーもね、透け感とかも特に気になることなく履いていただけると思います。うん、そうですね、ちょっと肌に近いお色のアンダー、うん、着用していただいて、うんうん、白もぜひボトムね楽しんでいただきたいですけど、竹感はかほちゃんは普通に腰ウエストで履いてます？腰です。腰で履いてる、はい、ゆかさんはジャストで履いて、うん、で一緒ぐらいです。はい裾にちょっと、ジャカードとレース柄のニットをつけているので、うん、なんかちょっと素肌を透かしてサンダルに合わせるのもいいですし、うん、リカさんみたく可愛い色のソックスとかで、可愛いチラ見せみたいなのもいいと思います。うん、はい、かわいい。ちょっと今日はうっかり無地ですけども、フーガフーガで可愛いソックスいっぱいございますので、そうですね、合わせていただいて、はい、はいですね、ぜひお試しください。はい、じゃあ続いてはこちらは帽子ですね、小物のご紹介です。はい、はいはい、では情報をお願いいたします。はい、お伝えします。ミックスジャガードリバーシブルニット帽です。サイズはフリーサイズ、お色がベージュ、ブルー、ブラックの3色です。お値段が12,100円です。はい、はい、もうお洋服から小物までちょっと揃えてますけれども、はい、夏のキャップですね。はい、はい、じゃあ裏側もはい、リバーシブルになってるんですよね。はい、リバーシブルです。はい、裏側はちょっと柄の雰囲気を変えて、うん、細かいボーダーが見えるような柄にしてます。うんうんうん、表側はジャカード柄メイン。色、はい、の見え方がちょっと雰囲気違う。そうですね。本当だ。お洋服に合わせてシンプルな T シャツとかにも合わせやすいし、うん、もちろんフガフガニットとコーディネートするのも合わせやすい。いろいろ楽しんでいただけると思います。はい、確かに。被った感じはどんな感じですか？きつめ？全然です。全然、はい、ですね。ストレス感じでフリーな夏のキャップで、うん、こんな感じします。和、は、紙、い、うん、なので涼しく。そうですね。なんかこう冬のキャップと違って夏は夏で、うん、さらっとね、うん、楽しめ、うん。まあちょっとハットとはまた違いますけどね。うんうん、ぜひ遊びの小物として。ご覧いただきたいですね。はい、こうコーディネート締まりますのでね、お帽子あると。そうですね。はい、ないのとでは。はい、まあ、皆様もお客様もね、はい、分かってらっしゃるところだと思うんですけど、佐藤繊維のキャップ、はい、シーズン通しておすすめになっております。はい、今日は大沢さんありがとうございました。ありがとうございました。お越しください。はい。はい、では、今日ご紹介しました商品はフーガフーガお取り扱いいただいております小売店さん、または直営店にご相談ください。お近くにお店がない方はぜひ、佐藤繊維のオンラインストアクロスイット等をぜひご覧になってみてください。ではまた次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。